だから高橋選手みたいな、あの選手戦い方がやっぱり理想みたいですね。ラスト、まあ、さあ第3試合のウルター級戦ラストラウンドです。新井健二対野沢博之の一戦。さあ第1ラウンドはお互い殴り合いから、またグラウンドに移行しても殴り合いが続いていました。また最初に仕掛けたのは新井です。どうぞこれで OK、 合わせていくハイキック、しかしこれは空を切っている野沢。野沢選手も本当にうまいですよね。さあこのスタンドの野沢ですが、まあ、もともとキックボクシング出身で、まあ、もちろん当初はこのストライカーという異名で、パンクラスのマットに回っておりました。しかしながらここしばらくはグラップリングも非常に上達しているよう で、ね、技術力が急速に向上しています。おっと今はどうだ。さあ足とパンチ今同時に出た状態。野沢選手の方がちょっと落ち着いてきてますね。あ、そうですか。さあこの野沢の表情、さあこの状態でまず野沢、これは一旦巻き替えておく必要がありますか。いや、まだいいんじゃないですか、はい、さあそして肩でのプレッシャーも与えていきます。新井健二、そう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 、今のそう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 、さあそしてこの野沢の肩口に光っている赤い鮮血、これは新井健二の鼻血でしょうか。リードがあったところ、しかしながらこの一方のこの野沢、全く第1ラウンドと顔の表情、もう顔色が一旦一瞬も変わっていません。ハイキック新井健二、さあ潜り込みながらも右のパンチですね。右のパンチが当たると思うんですけど、はい、右フック、右フックですね、はい、さあここでまずトントンと距離を測っておいて、まず自分の距離を確かめます。新井健二、そしてワンツー。本当に野沢選手が落ち着いて見始めてるんで、そうですね、ちょっと崩すのが難しくなってきます。いや、やっぱり当たってますね、新井選手。新井の方は、あ、新井の方ですね、はい、さあ左はやはり、まあ、この構えの角度というのももちろんあるんでしょうけども、さあそれに対してうまく野沢が回していきます。さあ、これはローブローカー。さあタイムストップがかかりました。野沢博之の放ったローが新井ローブローとなったようです。ただいま野沢選手の攻撃が新井健二選手のローブローに入ったため、野沢選手に口頭注意が与えられました。さあこの一瞬のアクシデントとはいえども、やはりこのローブローというのは精神的に気持ちを折りかねない。ただいま2ラウンド2分39秒になりますよね。お互いにそうですよね。お互いに痛いというか、あ、なるほど、はい、与えた方が野沢も、はい、さあ新井の復活リスタートです。2合わせてハイキック、おっと今飛び込んできたカウンター気味。さあ新井が今うまく合わせた。わ、またローブローだよ。3分経過、残り時間2分。さあ新井の口からまだローブローという口もありました。しかしながらセコンドの大石からは気にするなという、そういう劇も飛んでいる。アクション気をつけて、ストップ。さあここでホイッスル、一旦タイムストップがかかりました。ちょっとローブローじゃないですか、お互いにちょっとそれっぽいのが、お互いにローブロー、はい、ただいま新井健二選手ローブローが入りましたため、ね、コート注意が与えられました。さあ新井再開します。さあローブローが入ったための今注意が与えられました。ハイキック一発、顔面捉えた。先頭が走りました。後楽園ホール、新井健二のハイキック一発。
待ってました、新井健二。さあまさにこういうシーン。